こんにちは、ソングレーターアーティスト足立充です。あなたの手紙に無料で曲をつけますという15周年記念のキャンペーンを現在行っております。それと連動してキャンペーンソングをですね、9月23日のライブに向けて作るというクラウドファンディングが動いておりますけれども、ありがたいことに現在 40% 支援をいただいております。引き続きご支援いただけたら幸いです。今日はですね、キャンペーンソング第22弾をお届けしようと思いますけれども、こちらはですね、ちょうどたまたま先週末にですね、青森の方に出張に行っておりまして、2日間でですね、1日は古事記の話をして、2日目はですね、こう伝わるプレゼンテーションの作り方という、まあ、そんなセミナーをさせてもらう機会があったんですけれども、その2日目のですね、セミナーの方を受講されてた方がですね、その後ガハッとこう手紙を書かれたということで送っていただいたものがとても素敵だったので、今回曲をつけさせていただきました。ちなみにその2つの講座はですね、古事記の方はクラウドファンディングになりますし、セミナーの方はですね、作詞講座と内容がリンクしておりますので、よろしければデモ動画なんかご覧いただけたら嬉しいです。それではですね、送られてきた手紙に添えてある思いを読ませていただいて、そこから曲をお送りしたいと思います。ニックネームキコさんという方で、タイトル案は私の親友パパへということです。結婚9年目になる記念日、いつものように自分の用事を優先にしてしまって、特に何をするわけでもなくその日が過ぎようとしていた瞬間、そうだ、私が今一番思いを伝えたい人、伝えなくてはいけない人はパパだったと思い出し、急いで書いた手紙です。書きながら思い出しました。私は絶対切れることのない友情が欲しかったんだ。二人が出会った13歳の時、そこに本当の友情が芽生えた瞬間だったんだ。そう思えてきました。苦い経験のある友人関係、友人から夫婦になった瞬間の葛藤、そしてまた友人と夫婦を掛け合わせた強い絆、どんなにお金がかっても買えないものを私は手にしていたんだと、この手紙を書いて気づきました。いつもごめんねと、本当にありがとうが自分なりに詰まった手紙ですと。それではこのキコさんの思いを乗せたソングレター「私の親友パパへ」をどうぞお聴きください。9年目になりましたね。出会ったのはお互いが13歳。
がとう。